この度の東京都知事選挙に立候補いたします。まず第一にですけれども、2020年の五輪、オリンピック・パラリンピック、これを何としても成功させたい。皆さんの力を合わせて史上最高のオリンピックにすると、そういう思いで取り組みたいと思っております。やっぱり世界一の東京を目指すんだと、都市のランキングでニューヨークとかパリとかロンドン、そして東京も上の方に入ってますけども、ロンドンオリンピックのおかげでロンドンの地位が上がったんですね。私はこれだけ素晴らしい東京の街が、みんなで世界一の都市を目指して頑張ろうじゃないか、世界一の東京を作るんだ、史上最高の東京オリンピック・パラリンピックにするんだ、そしてどこよりも先駆けて東京から日本を変えていく、東京から世界を変えていく、こういう思いで大胆に政策をやっていく、政策を中心に正々堂々と都知事選挙を戦って、有権者の皆さん方、都民の皆さん方の信を問いたい、そう思っております。原発政策をの是非を争点とする問題についてまず教えてほしい、そしてその是非についてですね、それとご自身のですね、原発政策に関するお考えか、考え方について、この2点お願いします。はい、東京は日本で一番電力を消費する町です。私たちのこの電気というのは新潟とか福島で作られている、もうそのおかげです。だから本当に震災の後福島に行っても本当悲しい思いで、何とかしたいという思いでしたね。そこで私も脱原発ということを常にそれ以来言い続けております。国民の大多数が原発に依存しない社会を作ろうというのは、これはもう当然コンセンサスになりうるというふうに思っております。それは国の、基本的には国が決めることです。大きな基本のエネルギー政策も安全保障政策も、しかし東京の都政を預かるものとしては、こういうこともお考えいただけないでしょうか。それは安倍総理に対しても申し上げることはやろうと思っております。